アンダーコートレイクでアンダーコートを抜いた後に、コームでやはりこういうのを取っていきます。まず粗めの方で取って、それから細かい目の方で取っていくとかなり丁寧に取れます。時間がないので大雑把なところですが、で最後に室内で飼う方の場合はスリッカーで細かい抜け毛も取っておけば室内を汚すことがないです。